ケイちゃん、今日もよく似合ってるね。おじさんゾクゾクしちゃうよ。はぁー、ケイチくんのスクミズメイドさん、かわいいよ。それにしても、最近のケイチさんはメイドさんコスプレの罰ゲームが一段と多いんじゃございませんこと？今やケイチの普段着なのです。いやー、ケイちゃん、実に惜しかったね。いいとこまでおじさん追い詰めたのに、爪が甘かったがね。でもまあ、この調子で精進を続けてよ。うまくすれば卒業する頃にはおじさんの足元くらいには及ぶかもしれないよ。覚えておけ、覚えておけよミオン。必ず貴様にこの恥辱を味わわせてやる。笑っていられるのも今のうちだ。おいや、最近のメイドさんは随分言葉遣いがお悪いことで。メイドさんにはメイドさんにふさわしい礼儀作法ってものがあるんじゃないのかい？申し訳ありません、ご主人様。ご主人様、いいね、いい響きだね。そうこなくっちゃ。それじゃあどんなご奉仕をしてもらおうかね。こうなったらやけだ。何でも言いやがれ。言いやがれ？何でもお申し付けください、ご主人様。いいね。ねえみーちゃん。なんだい、レナは何をしてほしいんだい？もう今日は遅い時間だし、このくらいでいいんじゃないかな、かな。そうでございますわね。ゲームに夢中で気がつきませんでしたわ。また明日なのです。確かに。じゃあ今日はこれでお開きとするか。ケイちゃん、よかったね。時間切れだよ。早く着替えておいで。ケイチ、命拾いなのです。うん、じゃあ着替えさせてもらおうぜ。まったくミオンのやつ、最近一層悪質になっているような気がするな。特に俺に対しては容赦ないような気がするんだが。なんだ、入れよ。あのさ、ケイちゃん。あ？着替え終わってないじゃない。別にパンツ一丁だからって問題あんのかよ。そりゃ問題あるよ。何言ってんだよ、さっきまでの格好の方がよっぽど恥ずかしいと思いますがね。そうじゃありませんかい、ミオンさん。そうだけど、それとこれとは違うよ。で、何の用だよ。あのさ、明日の日曜なんか予定ある？別にないけど、なんだよ。ちょっと話したいことがあって。ここじゃダメなのかよ。ダメじゃないけど、ちょっと話しづらいからさ。そんなに時間は取らせないから、いいかい？でも、お前バイトだろ？おもちゃ屋さんで。早めに上がらせてもらうから。だったら、夕方沖宮に行くよ。どうせ暇だし。ありがとう。それじゃあ、私はこれで。なんだよ、一緒に帰らないのかよ。ちょっと用事があって。それよりケイちゃん。ん？そのままだと風邪ひくよ。ああ。じゃあ明日。ごめんね。ああ。なんだありゃ。っていう感じでさ、ミオンのやつ、明日話があるって言うんだよ。変なやつだよな。どうしたんだよ、レナ。ケイチ君は鈍感だなって思って。俺が？何に？みーちゃんの気持ち。はあ？あいつの気持ちなんて、俺に恥ずかしめを与えることしかないんじゃないのか？実際、今日だって。意地悪しちゃうんだよ、気になる人には。気になる人？俺が？ミオンの？うん。よしてくれよ、あの冷酷な男女が俺を。そんなことないよ、みーちゃんは本当はとっても女の子らしいんだよ。だよ、女の子らしい？ミオンが？ケイちゃん。ああ、ミオン。
いや、今来たとこ。ごめんね、今日はケイちゃんのためにこれを作っていたから遅れちゃったの。お、なんだ。じゃーん、園崎家秘伝おはぎ。さあケイちゃん、食べて食べて。うまそうだな、早速いただくか。うん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 、なかなかうまいんじゃないか。あれ、なんか入ってるぞ。あ、痛い、あ、痛い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 。これは縫い針？なんだよミオン、痛いじゃないか。ごめんなさい、ちょっとふざけたつもりだったの。少し間違ったら大惨事だぞこいつ。だってケイちゃんを驚かせたくって。困ったやつだな、ケイちゃんってば。これが女の子らしいか。どうもレナの言う通りとは思えないんだがな。と、少し早く着いちゃったかな。喫茶店で時間でも潰してるか。ハロロン、ケイちゃん。シオン。どうなさったんですか、こんなところで。ひょっとして私に会いたくなったとか。シオン感激ですわ。全然違うよ、ちょっとミオンと約束があってさ。お姉と約束？ああ。そうだったんですか。ああ、別に大した話でもないんだろうけどさ、なんだか急に改まって変な感じでさ。何がおかしいんだよ。罪な人だなと思って。お、俺が？そうですよ、他に誰がいるんですか。どう考えてもお姉がケイちゃんを気にしているんじゃないですか。そういえばレナも同じようなことを言ってたな。だからこの後お姉は決意を固めているに違いありません。何の？告白です。告白、ミオンが俺に。まさかそんな。ミオンが俺に、まさか。ケイちゃんは鈍感さんですね。確かにここ数日何か言いたげだった気はするが。私にはお姉の気持ちがよくわかります。告白するにもストレートには言えないはず。多分明日どこかに連れて行ってほしい、そんな言い方をすると思います。だからケイちゃんがこの後おもちゃ屋に行くとお姉はこう言います。ケイちゃん、ごめんよ、こんなところに呼び出して。さ、ケイちゃん。ああ、別にいいけど。なんだよ。明日の月曜休みだよね、何か予定ある？連休だったな。別に予定はないけどな。ケイちゃんにお願いがあってさ。なんだよ。ストップ。せっかく練習しているんですから、ケイちゃんから何も言わずに OK してあげるんです。そうか、お願いか。いいぞ。どうしたのケイちゃん。どこへでも行くぞ、鬼ヶ淵沼でも古手神社でも。ケイちゃん、なんでわかったの？知ってたの？私が言いたいこと、私の気持ち。それは、その…ありがとう、ケイちゃん。ミオ、嬉しい。っていう感じですかね。そうかな。そうですよ。おもちゃ屋さんに着いたか。連休だったな。ケイちゃん。どこへでも行くぞ、鬼ヶ淵沼でも古手神社でも。よし。ケイちゃん。それはその、ケイちゃん。ミオンか、脅かすなよ。どうしたんだい、ぼーっとして。
あ、いや、リハーサル、あ、じゃなくて、ちょっと考え事を。店はもういいのか？うん。ケイちゃん、ごめんよ。こんなところに呼び出して。お、来た、来たぞ。うん。ああ、別にいいけど。なんだよ。明日の月曜、休みだよね。何か予定ある？連休だったな。別に予定はないけどな。ケイちゃんに、お願いがあってさ。お願いか。いいぞ。どうしたの、ケイちゃん。どこへでも行くぞ。鬼ヶ淵沼でも、古手神社でも。ケイちゃん、なんでわかったの？知ってたの？私が言いたいこと、私の気持ち。それは、その、ありがとう、ケイちゃん。いやー、これは話が早くて助かったよ。じゃあ、掃除の細かい段取りなんだけどさ。どうしたんだい、ケイちゃん。掃除って何、何は？さっきからどうしたんだい、ケイちゃん。知ってたんでしょ？最近鬼ヶ淵沼は不法投棄が多くってさ。ミオン、嬉しい。は？は？何の話？よし、少し休憩にするか。前原さんとこの息子さん、よく働いてくれて助かるわ。やっぱり若い人がいるとはかどるの。はあ。ケイチ君。レナ。はあ、ごめんなさい、ケイチ君。ミオンさんのお気持ち、よくわかりましたよ、リュウグウさん。まさかミオンさんの代わりに沼掃除とはね。だから悪かったと思ってお弁当持ってきたんだよ。だよ。いやー、ケイちゃんごめんね。本当に助かるよ。あ、ミーちゃん。本家筋の集まりとひなみざわの掃除の日が被っちゃってどうしようかと悩んでたんだけど、まさかケイちゃんが心よく代わりを引き受けてくれるなんてね。ええー、まあ。そういえばシオンがこれをケイちゃんにって。栄養ドリンク。知ってたのか、シオンのやつめ。俺をからかったんだな。おっと、こんな時間か。じゃあこの後の古手神社の裏山もよろしくね。最近不法投棄が多くて困っちゃうよ。ああ。この借りはちゃんと返すからさ。そうだ、今度の罰ゲーム手加減してあげてもいいよ。ケイチ君。ちくしょう！純粋な少年の心を持て遊びやがった。